ええ。ある時大規模な戦闘があって多くの戦死者が出ました。しかし私たち日本兵は同じ日本兵の遺体を弔うこともできなければ、遺品を持ち帰ることもできなかった。何しろ遺体がたくさんある場所にはアメリカ軍がいるか、あるいは激戦の真っただ中だったのだ。それは悔しい思いだった。それでジャングルの中に戻った。しかしその時、ジャングルの入り口あたりにポツンと遺体があった。日本の軍服を着ていたので名札を確認し、我々は静かに手を合わせた。そして胸ポケットから遺品を取り出し、武器や食料などはもらっていった。すると、あるメモ帳が出てきたのだ。遺品をどこに届けたらよいか知る目的もあり、メモ帳の中を開いてみた。しかしそのメモ帳が何とも奇妙な代物だったのだ。私、どんなものだったのですか？ええ。初めのページにとんでもないことが書かれてたんだ。その遺体の主は、河野又兵衛という人であった。そのメモ帳の1ページ目に、その日の日にちが書かれていた。そして河野又兵衛は、アメリカ軍狙撃兵によって右こめかみから左後頭部に向けて銃弾が貫通し即死すると書いてあったのだ。そしてそのページの下に、我々の名前が書いてあった。河野又兵衛の遺品は A が軍服のポケットから取り出し、指輪、家族の写真とともに持ち去ると。A は興奮した様子で語り続けました。そしてそのメモ帳はその後のことも書いてあった。そこには小隊のうち2人、私ともう一人、後輩の兵が生き残って日本に帰ると書いてあった。残りは4人いたが、その4人は死因までが全て書いてあったのだ。私、それは気持ち悪いですね。ええ。そうだ。そしてその死因は全て当たったからなおさら怖くなった。一人目は副長と呼んでいた軍曹であったが、就寝中に毒蛇に噛まれて死亡と書かれていた。果たして軍曹はまさにそのまま草むらの中で何日か後に寝ている間に死んでいたんだ。私、その時はどう思いましたか？ええ。そんなことはあるはずないと思っていた。死んだ人間のメモ帳が未来を当てるなんてありえない。しかし残りの人間もメモ通りに死んだ。二人目は機銃掃射に追われて逃げている最中に崖から落ちて死亡。三人目は途中で遭遇した敵に突進して自爆。まあこの自爆は名誉の戦死であったし、自分の選択でそうした。というよりはメモにそう書いてあったから、自分からその通りにしたのではないかと思われた。そして最後、小隊長は味方の大隊に合流するときに敵と誤認されて撃たれるというありえない状態で死んでしまったのだ。すべてメモにそのように書いてある。それどころかその合流した大隊の運命まですべて書かれていたのだ。私、なんとも不思議なメモ帳ですが、そのメモ帳はどうなったのでしょうか？ええ。それが不思議なことに、アメリカ軍の捕虜になって持ち物検査された時、そのメモ帳も差し出したんだが、アメリカ軍が開いたそのメモ帳には何も書かれていなかったのだ。中にあったのは河野又兵衛のものと思われる血の塊だけ。私たちはそのべっとりとついた黒い血の塊を見て考えた。そのメモ帳をアメリカ軍が手にした途端に文字が全て血に変わってしまったのかもしれないと。まさしく人の血をすするメモ帳だったのではないかと。私、それでどうなったのですか？ええ。数年の捕虜生活の後に日本に帰還することができた。武器以外の持ち物は返してもらえたので、河野又兵衛の遺品もその他の人の遺品も持って帰ることができた。他の人の遺品などもすべて届けた後、私の町から少し離れた山中の農村に住む河野又兵衛の家に名札とメモ帳を返しに行った。そうしたら、
どうしたのですか？ A、 その家には川野又部が生きていたのだ。私、え、どういうことですか？ A、 死んでいたのは川野又部ではなかったということのようだ。川野又部の家にそれらを届けたところ、そこにいた本物の川野又部は嫌な顔をして持って帰ってくれと言って突き返してきたのだ。なんだと言ってそれらを叩きつけて帰った。数日したら私のところに警察が来たんだ。当時家なんてものはほとんどなかったから町のあばら屋に住んでいたのだが、そこに警察がやってきた。そして川野又部が死んだんだが何か知っているかと言うのだ。何も知らないと答えると、実はおととい突然家が爆発してそこの一家全員が死んだという。そして警察の手にはあのメモ帳が握られていた。私は知らない、なぜここに来たのかと言うと、警察はそのメモ帳を開いて、〇〇私の名前の力を借りて川野又部の家に着き復讐を果たしたと書いてあり、その次のページにはこれでよしと書かれていたのだ。私、で結局どうなったのですか？ A、 警察は近所を聞き回ったそうだが結局何もわからなかった。私は家にいたことが実証されていたので、それ以上追及もされなかった。川野の土地はそのままになっていて、その後誰が住んでもすぐに人が死ぬか、あるいは引っ越していってしまい、そのうち荒れ地になってしまったという。よほど恨みを残して死んだのであろう。怖い話だ。戦争の記憶というよりも、戦争時においてもなお、復讐を遂げようとした信念がメモ帳を使って現実化、物体化したという話である。私はこの怪談話を聞いた時、何か日本人の奥底に眠るとんでもない執念のようなものを感じたのでありました。